さあ、食べ。いい感じ。はい、どうも、アシローチャンネルです。今日はですね、以前自分が紹介したこちらのバット、サドンエクスプロージョン。こちらを以前紹介しました。で、こちらどんなバットかというと、この中にバネが入ってて、この理論を正しく使うと、このバットが 1.3 キロあるんですけど、これが 1.3 キロに感じず、このヘッドが走った時に一番力が入るポイントで振ると飛ばすコツを覚えられるということで、まあ、意味がこの突然爆発という意味になっております。今日はこのグラウンドを使って実際に前から来るボールを打っていこうかなと思います。これが実打可能ということで、軟式硬式ソフト全て打てるので、いつも使ってるバットを用意します。で、サドンエクスプロージョンと2本準備して、10球こっちで打ったら10球こっちで打つみたいな感じで感覚をこう合わせていく。普通だとやっぱり実打可能の野球ギアってあんまりなくて、軟式を打てる野球ギアってあんまないんですけど、これはまあ軟式も打てますので、これで実際に打った後にこっちで実際に打つと、この交代交代で打っていって感覚を覚えていくという練習をしていこうかなと思います。で、飛距離がやっぱり出るっていうことで、多分これライトが狭いグラウンドなんで、ライトちょっと普通に打っても超えると思うんで、狙いはちょっと今日センター狙いでいくんですけど、まずティーバッティングで感覚を覚えてから今度は実際に前から来るボールを打っていこうかなと思います。早速じゃあこの2本を使って今日は練習していきましょう。じゃあまずこちらのサドンエクスプロージョンで軽く素振りからのティーをしていきます。このヘッドがこっちに行った時に落として振ると、まあ、イメージではもう勝手に動いてくれるみたいな感じです。抜いたらあとはもうバットに任せるみたいな感じで走らせる感覚を覚えていきます。お願いします。バットを振るっていうよりは走らせて、あとはもうバットに任せるみたいな感じで今振ってます。で、バット重いんでちょっと手打ちにならないように下意識します。次は自分のいつも使ってるバットに持ち替えて、今のこの走る感覚を得て打っていきます。軽く感じると思うんで、この走りを意識します。そう。そう。はい、こんな感じで今交互に打って感覚を覚えました。まあ、2種類使い分けたんですけど、結構バットの重さの差があるので、急にこう体に覚え込ませるっていうのは難しいかもしれませんが、何球かやっぱり打っていく中で、あ、これだなっていうのは何球かありました。で、まあ、今素振りとかティーでは思いっきり振るっていうよりはこのヘッドの感覚を得るように振ったんですけど、次は実際に前から来るボールを打つということで、やっぱりインパクトの一番強いところ、このヘッドが走って加速してくるところを覚えたら、それをこっちにつなげるということでやってみようかなと思います。行きましょう。じゃあフリー打撃ということで、まずサドンエクスプロージョンで打っていきます。最初感覚を得る感じでいきます。あ、なるほど。思ったより打球飛びますね。今振ったっていうか、もう下ろした感じなんですか。さ、の重さがある分、多分ちゃんと使えれば、今本当に力入れてないんです。なんだろう、しっかり動かそうっていう意識で振ってます。結構思ったより飛んでますね。うわ、ミスった。今のミスった。さ、お、感覚を得る感じでは悪くないですね。この走る感じ。おお、さあ。この感覚のままビヨンドに変えます。さっきのイメージのまま走らせる、勝手に走らせるイメージでいきます。さあ、わあ、今のいい感じですね。今の結構乗った感じありますね。
この感じですね。この落とす感じ、落とすというか、なんか抜くというか。さあ、なんか今打ってはいるんですけど、打つ感覚っていうよりはここの走らせる感覚を得るみたいな感じで今振ってます。なんかインパクト強くっていうよりは勝手に走ってくれるイメージで打ってる感じですね。最初よりも全然感覚が得れたので、実際に最後ビヨンドに直して打っていこうかなと思います。ライト狭いんでちょっとセンターから逆狙いでいきます。足に残すの大事かなと思います。このパワー、これ。うわ、ちょっと擦った。ちょっと擦った。じゃあラスト。さあ、食べ。いい感じ。オッケー。よっしゃ。はい、というわけでフリーバッティングを行いました。その軌道に入った時というか、自分の中でハマった時っていうのは、やっぱり一番伸びる打球がいくかなと思います。で、途中にも話したように、これを最初から思いっきり振るっていうよりは、まずこの走ってくる感覚を覚えてから、このバット、いつものバットに変えた方が、その無駄な力みっていうのが取れてくると思うんで、その走りを覚えるかなと思います。で、いつものバットで絶対この 1.3L は絶対軽いはずなんで、高校生とかでも 900g、 軟式だとまあ600、700だと思うんで、そのしっかりこれを支えるバランスができれば、もう普通にこの軽いバットだったら、プロより軽いバットなんで、バランス感覚も得やすいかなと思います。まあ、実際に打ってみて、正直撮影だけではきついかなと思ったんですけど、思ったよりも打球がいいのがいたんで、多分これ素振りとかでも両方これ両立できたら、結果も早く出てくるんじゃないかなと思います。まあ、今回自分が使った感想ですが、まだフリーバッティングこれ初めてだったんですけど、なんか難しいかなと思ったんです。思ったよりも習得ができたので、また今後ですね、打球も変わってくるんじゃないかなと思います。引き続きこのサドンエクスプロージョン使っての練習等を出していきますので、興味のある方はぜひ概要欄から飛んでみてください。というわけで本日は打撃ギアのサドンエクスプロージョンと、このいつも使っているビヨンド、両方使ってのバッティング練習を行いました。やっぱりこのバットがバットなんで、直接的にこう関われるバット、やっぱり今までは野球ギアっていうと練習ギアだったんですけど、これ実際にバット軟式硬式全部打てるんで、そこが強みかなと思います。はい、というわけでまた他にも野球ギア等ありましたら紹介していきますので、チェックの方よろしくお願いします。それでは今日の走りチャンネルは以上です。よいしょ。そして我々が着用する T シャツの販売を開始しました。今回は着やすいネイビーということで、ぜひ部活の練習で着てみてください。購入は動画概要欄からチェックしてみてください。はい、そして今月のプレゼントはこちら、ミズノグローバルエリート H セレクション2になります。こちら群馬県の野球工房 M さんで片付けをしてもらい、こちらを1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。ありがとうございました。